日本の外交ってのはね、世界からあんたのおもちゃ扱いされてますしね。ほんで何買っちゃうすぐにこうばらまくでしょ、金を。で、金ばらまかれた方は、あ、日本さんありがとうとか言うわけですね。で、それしか言わないんですよ。でも日本人は、それで、ああ、自分は偉くなったと思い込む。いや、そんなことで金ばらまくなよって思うかもしれないけど、実際にそうなんですよ。今まではね、良くも悪くもですけれども、官僚というですね、まあ今ではもうバカの代名詞になりましたけれども、官僚組織っていうのが生きてたんですね。だからここが踏ん張ってですね、その政治家がどんなにアホでもですね、官僚が優秀だったからですね、日本っていう国はなんとかね、ここまでやれたんです。ところが今じゃね、あんた30年前ぐらいからですね、官僚自体がバカになってきましてですね、いや、そのね、証拠っていうかですね、証左がばらまきですね。30年前のばらまきってよくよく見てみるとよくわかるんですけれども、常に日本と利害関係があるところ以外に巻いてないんですよ。まあ、ばらまき外交っていう言葉は当時もありましたけれども、要はね、例えば国際会議で1票ね、どうしても欲しい。で、その時に1票入れてくれそうな、その貧しい国ですよね。そこに日本はお金を渡してるんですね。ODA という形でお金を渡してる。で、見返りに ODA を受け取った国は、例えば日本に対して1票を投じるというのが、これが普通だったんですよね。ところが今じゃもう関係なくですね、岸田のアホがですね、もうあっちゃこっちゃにばらまいて、で、就任以来ですね、たった1年半ぐらいのですね、就任期間ですけれども、20兆円使ってるんですね。で、安倍坪蔵は7年8ヶ月の間に60兆の金を使ってる。もう大盤振る舞いですがね。こんだけもうとにかくこう海外にばらまくだけばらまいといて、で、国内に帰ったら日本は金がありません。だから皆さん増税ねってやるわけですね。で、さらに最悪なのが、ここで文句を言ってる君たち。ここで文句を言ってる君たちが、結局ここで文句を言うだけで終わっちゃうからです。いや、もちろん他の日本人はね、それさえ気がつかないバカばっかりですけれども、ここにいる君たちが外に出てね、訴えりゃいいものを訴えないでしょ？終わってるでしょうが、これ。もう、誰も怒らないんですよ。是認してるんですね。ああ、そうですか、そうですか。世界にどんどんばらまいてくださいと。日本はね、もうここまで貧しくなったんだっていうことを、一人一人が本気で理解してないっていうことなんですね。もうとてもじゃないけれども、他の国にね、お金ばらまけるような、そんな裕福な国じゃないんだ。でもそれが、わからない人たちが大半を占めてるんですね。で、それはまたイコールで、外交、政治とも結びついてるわけですよ。外交、政治がわからないんですね。だから、先ほども言ったけど、政治っていうのは、確かに知識ではあるけれども、感覚の問題なんですね。で、政治がこう生活と密着しているっていうことが理解できない国民ですから、その政治がですね、さらに言えば、国際外交がそのまんま自分の生活にこう密接に関係してるんだっていうことも理解できないわけですよ。結局、それがあるもんだから、日本人にとって外交とか政治っていうのは、どっか遠くの出来事なんですね。どっか遠くの出来事で、そこにばらまきましたよって言っても、金額が大きすぎてピンとこないんですよ。この間ね、書いてあったんですね。日本が終わったって言うなよと。もうそんなの見たくないと。だったら見るんじゃねえやいっていうですね。誰が頼んであんたに見てもらってるよと。私は君たちに好かれるためにね、この番組やってるわけでも何でもないんでね。いや、だから私何回もね、同じことしか言いませんけれども、気に食わねえんだったら来るんじゃねえやいというですね。いや、いいじゃない。自分たちでね、番組でも何でも好きなものを見りゃいいじゃない。ほんで、そこでですね、日本すごーい！やってりゃいいじゃん、勝手に。いやね、自分たちの国がですね、もう完全に左傾化してしまってね、で、国がボロボロ崩れ始めてる。いや、もう制度としては終わってるんですけれども、国自体が今ようやくですね、崩れ始めてるわけですね。まあ、ようやくって言ったら変ですけどもね。で、それに多くの人たちが気がつき始めたわけですね。もう今更ながらに気づいたところで手遅れなんですけれども、ようやくね、国民の方が、ちょっと待てよと、このまんま行ったら本当に日本やばくない？っていうことに気がついてきたわけですよ。で、どうしよう、どうしよう。
お偉いね、星木取りのね、クソバカ政治評論家ですかね。この政治評論家たちは偉いそうなことをですね、こう動画の中で散々言ってますけれども、何の役にも立ちませんよね。クソの役にも立たないことを言うわけですよね。ほんで政治家の方は、今日も京都で出てましたけれどもね、金絡み、もう全部金しかないというですね。じゃあどうすんのと、どうしようもないって言ってるんです。もうここまで来たら腹くるしかないんだっていうですね。いや、日本は崩壊するっていうかですね、自壊するんじゃないかなと私は思うんですよね。もう日本という国家そのものが国家の形態を保てなくなる。今はなんとか国家としてのこう形態を保ってるけれども、もうこれがドドドドドって崩れてくるというですね。本当に愚かですよ。なんでこんな国作ったよというですね。まあただこれがね、一番最初から分かってたのが多分マッカーサーだったんじゃないかなという。もう今になって思えばですよ。今になって思えば多分日本人ってこんなもんなんだろうっていうですね。いやだからマッカーサーが日本人のことをですね、小学校5年生並みだと、日本占領統治下に置いたときに、そう言ってるんですね。で、その意味はね、私ね、最初は日本人をバカにしてるのかこいつと思ってたんですけれども、今この時点になってね、確かにその通りだと。で、10歳児並みって言うけれども、実際にはね、もう本当に3歳児並み、2歳児並みのね、もうその程度しかないんですね、脳みそしか。まあ本来だったら文化と政治っていうのは、こう、まあちょうどね、半々ぐらいになってなきゃ、まあ多少政治の方がね、こう大きなウェイト占めててもいいんですけれども、大体半々ぐらいのはずなんですけれども、日本人の場合には文化に全振りっていう人の方が圧倒的に多いんですね。もうだから政治のことは話さない。政治のことについて語るのは格好悪い。政治についてなんかしようとすると、あいつは狂人だと言って白い目で見る。こんな感じなんですよ。